脚風三国とは、麻雀における、ローカル役の一つ。役配ではない三種の風配を、国士または、公師にすると成立する。食い下がりなしの二藩もしくは三藩。脚風三風とも呼ばれる。通常の東南回しの反送線の場合、脚風三国を上がれるのは、東場の東ずまややか南場の南家だけである。例えば、東場の西家の場合、 役配になる風パイは、東と西であり、客風は南と北しかない。南と北の2種しか、客風がないので、東場の西家には、客風三国は作れない。つまり、客風三国は、ダブ東やダブ南に該当するプレイヤーにしか作れない。東風戦であれば当然、東場の東家にしか作れない。三藩の役とする場合もあるが、高すぎるとの見方がある。 東和のあずまや、タイ,タイワーとの複合、南波の南家、混一職との複合を親にのみ認められる役とする書籍もある。その場合は、東和のあずまやが南、西、北を揃えた時のみ有効で、南波の南家が東、西、北を揃えても認められない。また、親でさえあれば、バカゼは、関与しないとする書籍もある。その場合は、あずまやが南、西、 北を揃えれば、馬風とは複合せずに三半として扱う。三、風国とは、客風でなくとも三種の風灰で、国史を作った場合につく、ローカルルールの役である。二半、これを認める場合、客風三国でなければ、必然的に最低一種の時子は、役配と重複するため、実質的には、客風三国と点数は同じになる。なお、 中国のルールでは3、風国は正式な役として認められている。風、パイ三つが国師になっていれば、成立3風子は3、風国と条件が同じ役である。田村光明、麻雀初級脱出特本によると、大見元に対する賞賛元の連想で、4吉数の改役として作られた。書籍によっては、単に3風と呼ぶものもある。ありがとうございます。